すいません、田村さん、こんな夜中にちょっと相談があって。いよいよ、いつものことじゃ。お前の相談なら全然大丈夫。で、何？相談って。いや、ちょっといろいろありまして、今世界が大変な状況じゃないですか、コロナで。だからデートするにも会社に報告しないと大っぴらに外に出れないわけで。ん？いや、もしかして、あかりちゃんのこと？そんなところです。さすが田村さん、話が早いっすね。前からあかりちゃんのこと、いろいろ相談してもらってましたけど、いや、いろいろ協力してもらってましたけど、今回なんと、なんと？あかりちゃんと、リモートで差し飲みできることになりました。意外とお前もやるね。いや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 、そんな、ありがとうございます。いや、元はといえばさ、俺があかりちゃんと同じ部署だったからさ、はい、お前に紹介したんだよね。その説はマジで田村さんに頭上がんない。いいよいいよ、そんな。俺ね、元から二人気が合いそうだなと思ってたのね。いや、二人きりでリモートの飲み会、こんなトントン拍子行くなんてね、おめでとう。いやいや、まだ決まったわけじゃないですよ。でも、ありがとうございます。自信満々じゃん。その意気だよ。俺はね、二人が幸せになってくれたら嬉しいの。俺、本当に田村さんに感謝してます。頑張って思い伝えてくるんで。ん？告白？お、はい。ね、それはちょっとね、距離縮めるの早くない？いや、いやいや、だって話は普通に合うし、今日も誘ったら普通に OK してくれたんで、俺は大丈夫だと思ってます。まあね、実際2人で話してる時の空気感とか2人にしか分かんないからさ。まあともかくおめでとう。え？なんやかんや言ってもさ、俺はね、お前とあかりちゃんなら絶対大丈夫だと思ってんの。今まで応援してきた分、すげえお前の気持ちも分かるしさ。田村さん、いいってことよ。マジで応援してるわ、人生の先輩として。あざっす。幸せになってこいよ。はい。よし。こんばんは。こんばんは。今日はありがとうね、時間作ってくれて。いや、全然大丈夫です。むしろ私なんかと飲み会してくれてありがとうございます。なんか不思議な感じ。不思議？いや、なんかいつも田村さんと3人で飲むじゃないですか。なんか珍しいなと思って。まあ、今回2人は初めてだもんね。とりあえず敬語じゃなくても大丈夫だよ。え、いいんですか？いつもは田村さんいるし気を使ってくれてるんだと思うけど、ほら、なんか距離遠いじゃん。確かに。だから同い年と接するような感じでいいよ。え、ありがとう。え、そしたらそうする。なんかあかりちゃんと二人っきりで話してると思うと新鮮で楽しい。何急に。ちょっとキモいよ。え、キモいはやめてよ。あかりちゃんは最近何してるの？最近？うん、いや、前と全然変わんないですよ。リモートで仕事して。敬語。いや、全然慣れないですね。面白いね。もう
あかりちゃんはさ、最近なんか趣味とかあるの？趣味？うん。いや最近映画ばっか見てますね。映画？いいね。何見るの？アメリとか好き。わかる。いいよね、あれ。いや、わかるわかる。スマミリか。しゅういちさんはなんかおすすめないの？そうだね。あの頃、ペニーレインとか？え？あ、ここ？あの頃、ペニーレインと。え？題名長くない？え、もう一回言って。あの頃、ペニーレインと。あの頃何？ペニーレイン？そう、ペニーレイン。ペニーレインで検索したら出てきた。ありがとう。今度見てみる。よかった。こんな長いタイトルでごめんね。え？え、なんで秀一さんが謝るの？そうだね。また落ち着いたらさ、一緒に映画見に行けたらいいね。そうだね。田村さんも誘って。田村さんもいいけど、たまには二人で。うん、そうだね。俺は田村さんがいるときももちろんだけど、あかりちゃんと二人っきりのときも楽しいよって言いたかった。あ、うん、ありがとう。うん。あ、てかさ、今日二人で飲もうと思ったのも理由があって。え、何？なんとなく分かってると思うけど。え、分かってるって。え、何が？いや、その、ちょっと言いたいことあって。ほら、二人で話しててさ、楽しいじゃん？うん、楽しいよ。でさ、俺、ずっと言いたかったことがあって。あかりちゃんのことがさ、初めて会った時から、あかりちゃんのことが好きでした。あれ？あかりちゃん聞こえてる？あかりちゃん？ごめんなさい。なんか電波悪くて。そっか。何でしたっけ？その。結構大事なところだったんだけどな。え？あ、いや、その、俺実はあかりちゃんのことが好きで、もしあかりちゃんがよかったら、その、俺と付き合ってください。え、ごめん。いや、なんか接続悪いみたいで、なんか雑音ばっかで全然聞こえない。ほんと？今ネット何使ってるの？いや、ポケットWi-Fiなんだけどさ、なんかちょいちょい電波悪くなるんだよね。そうなんだ。私ちょっとトイレ行ってきてもいいかな？うん、うん。ごめんね。
お待たせしてごめんなさい。いいよいいよ全然。出てくれてありがとう。いや田村さんだったら絶対こんな待っててくれないからね。そうなの？いやあの人ね、ああ見えて人使い荒いんだよ。普段は優しいんだけどさ。そうなんだ。てかね、こないだ田村さんがさ、てかさ、あの話の続き、ごめん、先いいよ。いや、いや、そうだよね。話したいことあったの。うん、いいの？いいよ。その俺あかりちゃんのこと好きなんだね。えもしよかったらごめん、なんか雑音とラグが出てるみたい。その後から全然聞こえない。ラグ？うん、ラグ。そっか。うん、いや遅れては聞こえてくるんだけどさ、え、もう一回お願い。はい、じゃあ今度は最後までちゃんと言わせてもらうね。いい？うん、いいよ大丈夫、全部しっかり聞こえてる。初めて会った時から優しくて笑顔が素敵なところに惹かれました。そんなあかりちゃんのことが大好きです。俺と付き合ってください。ごめんなさい。はい、もしもーし。早かったね。すいません。ダメだった？ダメでした。まあまあ、もう元気出せよ。とりあえず飲もうや。では激鎮祝い。え、ひどいじゃないですか。はい、乾杯。はい、はい。早すぎたな。はい、早すぎました。